ユースタ TV。ユースタ TV。ユースタ。皆さんこんにちは。いつも生き生き本当の陽一郎です。そして皆さんこんにちは。シンガーソングライターの石岡正孝です。はい。さあ今回のユースタイルなんですが104回目です。で今回は2023年の3月に行われました浦安音楽村9のスペシャルということで最大級の音楽イベントと言ってもいいと思いますが3会場でライブが行われましてで各会場でその得票数が高かったアーティストをご紹介すると今回の出演者はセブセッションさんと坂巻彩音さんです。はい、それでは、まず最初は、セブセッションさんのライブをご覧ください。どうぞ。ギター弾いてます、フリアです。高瀬在住です。ベース担当の橋爪です。舞浜に住んでます。ギターとボーカル井口康彦です。よろしくお願いします。ボーカルとギターの佐藤です。よろしくお願いします。中学校からギター弾いてあんま向かないんですけど40年くらい弾いてますね。私は割と最近なんですけど10年前ぐらいからギターを弾いてました。今はベースとかキーボードもちょっとやったんですけどいろいろちょっかい出してます。大学生の時にまあギター買って4、5年弾いてました。でその後会社に入って約30年ぐらいはギター眠ってて、でこの15年ぐらい前からサークルに入って、活動してるって感じでしょうか。60年前にアメリカンフォークにのめり込ん で3年ほどやって、この後50何年間一切音楽やらずにここに来てやっと復活してくれた。まあ、基本はあのアメリカのフォークソング、まあ、1960年代以降というか、まあ、主にサイモンとかファンクとか、ダサスポーとかピーター・ポーランド・バリーとか、英語の、歌を中心にフォークソングをやっています。ギターサークルに、まあ、20人ぐらいのサークルなんですけども、そこに、我々それぞれ参加してて、まあ、その中で特に、まあ、気の合う仲間と4人のグループを作って、今活動しているという感じでございます。週に1回、そうですね、朝9時から1時ぐらいまで4時間ぐらいの練習をしています。いや、本当はありがたいですね。今我々住んでるマンションで夏祭りとか秋祭りなんかやって、そこにやっぱり出演してたり、老人ホームなんかでのボランティアなんかもやってるんですね。音楽村になるとより専門性というかハイレベルなものになるので、やっぱりこう練習での熱が入るから非常にありがたいし楽しいですよ。それでは続きまして、坂巻彩音さんのライブをご覧ください。どうぞ。この季節が来るまで少しお金だって
とうございました。ギター弾き語りの坂本彩です。1曲目の歌は高校1年生の時にサビの歌詞とメロディーはそのまま作っておいて、フリースタイルで歌わせていただけるということで続きを書いたっていう形です。2曲目の方は今年に書いた曲で、音楽に対する葛藤とか今のその生活でのその不安というか歌に乗せて歌えればなという思いで作りました。自分のアイデンティティ、自分が一番自信があるというか誇り持てるそういうものをやったらいいなって思います。もっとオリジナル曲をたくさん作って、あとオリジナル曲だけで自分でライブをできるようにしたいなと思います。やっぱりソプレースがすごい大好きなので、やっぱり地元に貢献できるようなアーティストにすごいなりたいっていうのがすごい夢であります。初めてオリジナル曲を披露できて、こういう大きな舞台ですごい歌えたというか、すごい大きな経験になりました。なりました。はい、ということでエンディングです。どうでしたか？やっぱりさすが、投票する1位の方たち、素晴らしいステージでしたね。そうだね、なんかこうやっぱり音楽って、温かいものなんだなっていうことをこう感じるステージだったかなと思いますね。陽一郎と西岡正孝でした。バイバイ、ありがとうございます。